んにちは。怪我しないでくださいね。では参りましょう。ちょっと存じます。てるじゃねえか。そういやてめえどっから来た。歌方の出身じゃねえって話だが。霊山ではありませんか。あの辺りは人材も豊富ですし。まあご存知ないのですか。説明いたしましょう。おい、こいつに説明させると長く。ここ中津区には歌方を含む複数の里によって周囲を歌方、白縫い、いざよい、うつせみ、さらにその中央にはもののふの本拠地霊山がございます。神垣の巫女やもののふの養成機関があり、政治文化の中心として機能しております。そうは申しましても、一つ一つの里には独立した統治権限がございます。いわば複数の里による連合国体制、それが中津国の仕組みなのでございます。この体制の良いところは。おい新入り、こいつは説明魔だ。下手に説明させるようなこと言うんじゃねえ。おや、どうされました。富岳様、まだ説明の途中でございますよ。いや、ちょっと用事を思い出した。先に帰らせてもらうぜ。なんと残念でございます。致し方ありませんね。では先ほどの続きから。寝るなよ新入り。
そもそも霊山というのは